こんにちは、ツアーガイドのアップルです。正面玄関の正面と左側の広場は格子状の植栽方式で、主な目的は入館する車が自動的に減速して安全を維持できるようにすることで、芝を植えることで土と水を保持する効果があり、会社を繁栄させるという意味があります。社名の英語表記はリボンキングとキングヤングで、いずれも王様の意味を持つため、 建物の正面は王冠の形をしている。建物の塀は日本の安藤忠雄氏の清水星型の環境に優しい工法を採用し、地質と一体化した塀となっている。